はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、お疲れ様です、ハセシンです。ということでね、コールオブデューティブラックオプス4プライベートベータブラックアウトの最終日なんですけど、今日はねなんと最終日にまたまた、まあ、アップデみたいな感じで内容がちょっと変わりまして、ゾンビのボスがね、登場したということで、今回ねそのゾンビのボスをルークと2人でちょっと倒しに行ってみようかなということで、ルークさんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。でね、まあ1回だけチャレンジしたんですけど、まあとにかく体力が多いので、まあ、あの予定では、あ、いいですね、収容所ルートではあるので、まあ、今回ね、まず最初にルークと2人でこの収容所に降りて、ここで一旦装備を整えて、ゾンビのボスがいるところはこの辺なんですよね、ゾンビの墓地的なところにいるんで、ここで装備を整えて、まあ、特に弾っすね、弾を山盛り取って、回復アイテムを山盛り取って、ここに挑んで2人でそのゾンビを倒すという動画になりますので、今回ちょっとね、1位とか、まあ、優勝とかではなくてね、ゾンビのボスを、まあ、2人で頑張って倒すと。いう動画になりますので、ご理解よろしくお願いします。でもね、あれだよねルーク、今一回ちょっと失敗したけどさ収容所の降りたらさ、めっちゃプレイヤー来たやん。だからさ、そうっすね、これみんな結構なんかゾンビ倒したい人も寄ってくると思うから、ゾンビだけが敵じゃないんだよね。だからそうっすね、そっかが難しいんだよ。楽しいけどめっちゃ普通にプレイヤーも寄ってくるんで、あとエリアなんすよね、エリア、ここのね収容所付近が次のエリア内に入ってないとちょっと厳しいかな。まあ一応倒せることは倒せると思うんですけど、ちょっとゆっくりみにいろいろ紹介しながらやっていきたいなと思ってるんで、次のエリアに入ってないと、まあ、今回ちょっと厳しいかなといたところで、まあ、なるべく頑張っていきたいですね。まあ、本当にゾンビの攻撃がなんかブレスみたいなのを放ってくるんですよ、口からペペペと3発ほどで、その3発のブレスがホーミングみたいな感じで追尾機能みたいなで追っかけてくるんですよね。でそれ一発当たったら何本ぐらい、50弱ぐらい前後ぐらいのダメージ食らうんで、3発入ってくるんで、3発とも当たっちゃったらもう厳しい状況ということなので、でね、なんか集中攻撃だよねルーク、あれは。いやーやばいっすね、一人ずっと狙いすぎますね本当に。そうで1回目挑戦した時は2人で行ったんですけど、永遠に俺だけ常に攻撃されてるような状況で、後ろからルークがねショットガンでもう何発何十発も打ち込んだよねあれ。あやば、もう本当に全然限界まで打ち込んだんですけどね、限界まで打ち込んだけど もうピクリともしないということで、本当に体力がなかなか多いんで、まあ、どの武器で戦うのがベストなんかよくわからないですけど、まあでもそうだな、一人を集中攻撃してくるっていう、まあ、習性はあるので、どっち今回どっちを狙うのかわからないですけど、まあ、どっちかが狙われたらショットガンかなんか、まあ、やるでもいいんで、まあ、距離詰めて全弾しっかりと、まあ、外さないように的確にヘッドライン入れた方がいいのかわかんないね、ダメージ判定上がるのかな威力が。確かにそこちょっとよくわかんないけども、まあまあなるべくね、勝てるようにベストを尽くしたいと思います。あと一人が入ってこないですね、なかなか。もうめっちゃ説明で繋いでるけど全然始まらへんねん、取り始めるの早すぎて焦るわ。さあ、なかなかと前置き説明しましたが、もうねある程度説明したんで、あとは見せていこうと思います。でなんかミステリーボックスの仕様も変わったみたいで、ゾンビをね一定数倒さないとミステリーボックスも開かないようになったみたいなんで、やっぱりミステリーボックスも収容所にあれば、まあアーマーとかあるんでいい武器もあるんで、それを取っていけたらなと思いますけども、うまいこといくかどうかだね。そうっすね、プレイヤーも来てると、ちょエリア外だったらさ一回チャレンジしてみよう。オッケーです、オッケー。もうとりあえず武器ささっと取って、もう1分ぐらいでパーッと用意してすぐ向かうか。オッケーです、オッケー。ボスの元にさあ行くぞ。いやーうまいことできるかな、何人プレイヤーが寄ってくるかって感じやねんな。できればあんま寄ってきてもらいたくない。早めにみんな降りてたんで、あんま、あーでも一人見えてますね。なんで、ワンパーは絶対いますね。了解。ワンパー了解。まず、あれだな。他のプレイヤーからちょっと倒していくっていうのも、ありかもしれないね。よし。ね、結構来てると思うからね。まあでも、回復アイテムは本当に取っとかないと、ダメだわ。包帯とか山盛り取っとかないと。もう手も足も出なくなるからね、後半、本当に。やばい。ハンドガンしかない。プレイヤーいたわ、まず。お、ケース。なんでだ。まずプレイヤーだな。ハンドガンしかない。どうしよう、軽く。あ、エリア外だね、これ。あ、エリア外っすね。エリア外だから、ちょっともうある程度、回復アイテムのとこ取ったら、一回もうチャレンジしてみようか。了解っす。もうこれはちょっと、なるべく素早くいかないと、厳しい戦いになるな。
ロケット弾があるな。ロケットぶち込むか、ワンチャン。あんま意味ないかもしれないけど。ちょっとは。ちょっと、でも LMG の方がいいかな。あー、でも弾少なそうっすね、ラケランだとちょっと。だよね、LMG にしてるわ。よし、そうそう、ちょっと向かおうか。オッケーっす。ボスの元に。で、皆さん、あれなんですよ。ボスがいるところはね、なんとね、あのミステリーボックスのところって、光が赤色じゃないですか。あ、赤色じゃねえ、青色なんですけど、なんとボスがいるところはね、見てください。光が赤色なんですよね。赤い。ん？戦ってません？戦ってるね。あ、逆にいいんじゃない？これ、美味しいところいただこうか。ボス戦ってます。そうですね。美味しいところを倒して。ですね。今もう、他のプレイヤーがボスのところに行って、ボスと戦闘してるっぽいんで、まずじゃあ、プレイヤーから倒す感じで。そうですね。行こうか。プレイヤーから倒す感じで、で、ゾンビのところに行って、ゾンビ倒す感じで行きましょうか。あ、バレてる。とりあえず、オッケー、ダウン、ダウン、ダウン。ナイス？あと一人いるな、近くに。いますね。ここにいるわ。オッケー、ダウン。カットカットカット。ナイス、ナイス。よし、行こう。でもこの人たちが資材をちょっとでも奪えるかもしれないし。だね。これがゾンビなんですけど、いや、近い。いや、一発当てられたけど、100減った。厳しい。厳しい戦いよ、これ。お、やばい。どういうこと、行く。ホーミングで追尾してくるからね。これまた今回俺狙いか、これ。いやー、厳しい。いや、当たるね。ちょっと一旦この、ここの周りをぐるぐるしようか。オッケーっす。ここの周りをぐるぐるして、当たり判定を背負わせて、うわ、うわ、近い。いった、いった、マジで。あ、やばい。ちょっと今、川にやられた、川にやられた。いや、これ回復できるかな。ナイス、ルーク。いや、まずい、これは。いや、ナイス、ナイス、ナイス。ちょっと助けてくれ。いけ、危ない。大丈夫か？ホーミングがちょっと感度が低すぎてどこ行ってるかがわからない。任せろ。後ろにやる。おー、痛い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 。大丈夫か、逃げろ。一旦逃げろ。結構追っかけてくるから、小回りしてもね、だいぶ追っかけてくるから。よしよしよし。行こう行こう行こう。おー、結構来てるな。今回ちょっとルークだね。ルークに。オッケー、ひるんだ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 。チャンスチャンスチャンス。ひるんでますね。いや、潜ったね。位置を変えたな。次、どっから来る？どっちから来る方が、どこだ？あっちだ、あっちだ、あっちだ。向こうにいるな。さあ、この距離感がある状況で、ホーミング来てるから、敵の、ゾンビのやつをやり過ごしていく。気をつけろ、また場所移動するぞ。向こうだ。結構ダメージ食らしてるよ。今回順調よ。他のプレイヤーも、うわ、待って。いや、避けてくんのか、あれ。ジュメル先にやってくれてたんで、結構ダメージ減ってる可能性ありますね。ダメージ減ってる可能性あるよ、これ。ちょっと待って。あ、また潜ってか。結構今回潜ってるんで、潜ってんね、もしかしたら体力削れてるかもしれないです。ワンチャンこれ削れてる可能性ありますよ。あ、向こうっすね。W 側っす。了解。これいけるぞ、ワンチャン。おー、どうした、どうした、どうした。ナイス、ルーク。おー、おー、皆さんやりました。次、ヘビーアーマーと。ヘビーアーマー。なるほど。あ、パラディン。あ、報酬すごいね。あ、レイガン。いやー、すごいですね。レイガン出た？レイガン出てますよ。うわ、レイガンも出てる。え、すごいよ、これ、報酬。うわ、これはすごいね。あ、しかも SR 金武器っすね、これ。金 SR なんで、フルカスタムですよ。やば。おー、すげえ報酬。報酬すごいね。これは戦う価値あるね。ですね。ちょっとしんどいけど、なかなか。はい、ということでね、ちょっとエリアも来てますが、まあちょっとね、一回今回この動画はね、この辺で締めたいと思います。ということで、ちょっとね、バテバテしましたが、今回この動画ね、少しでもナイスプレイと思ったらぜひ皆さん、高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますということでね、ちょっと番外編でこのままやってみてね、うまいこと言ったらまた別の動画で公開しようかなと思うんでね、今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いや、行ったね、ルーク。行きましたね、なんか。行ったね。一応、なんか突然来ますね。ほんとに、一応やってみようか。そうっすね、一応うまいのかもしんないし、やますか。いや、せっかくでしょ、やってみようぜ。もう一発当たった。オッケーだ。お、ナイスです。お、あと2枚冷静に行こう。あるぞ、これ。